はいどうも、ドリームストリングスギター講師の勝木です。今回はすでに絶版になってしまっているヤマハのアコースティックギター用マルチエフェクターである AG ストンプをレビューしていきたいと思います。実はこれリアルタイムで発売されていた頃に入手しておりまして、そこからずっと使うことなくしまいっぱなしにしてたんですけれども、まあギターのチャンネルを立ち上げたということで今回真剣にレビューしていきたいと思います。というかまともに使うの実は初めてかもしれません。ということで早速サウンドチェックに入っていきましょう。今回使用するギターはヤマハの FG150J というモデルで、プリアンプ部分に LR バグスのアンセムというものを搭載しております。 AG ストンプのサウンドを分かりやすくするためにブレンドというパラメーターはほぼマックスに振り切って収録をしたいと思います。そしてこのアンセム側のセッティングはいつもライブで使っているマイクとピエゾのブレンドで出力したいと思います。なるべく本来の音を抽出するようにしておきます。
それぞれのマイクのサウンドがいいっていうのももちろんなんですけれども、かなり個性が違うというのがお分かりいただけたのではないでしょうか。外観はこんな感じで、外部接続も LR と分けられるので、2台のスピーカーを使ってステレオに分けて出力も可能です。続いてマイク以外の機能についても触れていきたいと思います。まず通常のマルチエフェクターと同様にプリセットを保存、そして簡単に呼び出すことができます。また AG ストンプからエレアコ本体に電源供給ができるため電池を使わなくても OK です。そしてシフトボタンを押すことで各イコライザーの周波数を変更することもできます。続いてリミッターとは、音割れが発生する特定の音を削ってくれるエフェクトで、個人的にすごい使い勝手がいい機能だと思います。そしてフィードバックリダクションボタンは、ハウリングが起きてしまうときに押すだけで簡単に解決できる超絶便利な機能です。ありとあらゆる機能の面でユーザーライクに作られてるなって感じですね。それではここからは EQ のセッティングを変えたり、空間のエフェクターを試していきたいと思います。Yeah.
それでは好みのセッティングにしてちょっと弾いてみたいと思います。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ音作りの幅が広い上にですね、まだまだ紹介しきれてない機能がですねめちゃくちゃあります。個人的に思ったことを言っていきたいんですけれども、まずイコライザーの聞きがめちゃめちゃいいですね。しかもその聞き幅がすごい広い、そしてわりかし適当にセッティングしてもそれっぽいサウンドになってくれるっていうのもめちゃめちゃ嬉しいところだと思います。今回はチューブプリアンプのモデリングのマイクを使ったんですけれども、コンデンサーマイクもめちゃめちゃに使い勝手が良くて全シチュエーションに対応できるんじゃないかなと思います。そして個人的になんですけれども、この AG ストンプ向いてる人っていうのは機械いじりが結構好きな人、そして得意な人向けじゃないかなと思います。先ほども言いましたが紹介しきれないぐらい機能が多いのと、あとセッティングの幅がめちゃめちゃに多いと、逆に機械いじりが苦手な人とかボタン1個でなんとかなって欲しい人からするとちょっとめんどくさいかもしれないです。そして僕がついてなくて残念だったなって思う機能が2つあります。まず1つがマイクのキャノン端子、つまり DI アウトが欲しかったな。そしてあとブーストスイッチが一つあると、めちゃめちゃに良かったなって感じです。ただこの発売された時代のことを考えるとついてなくても当然なのかなって思います。近年発売されたアコギ用のプリアンプ、マルチエフェクターはほぼほぼこのブースト機能と、DI アウトっていう機能がついているので、まあまあ時代を考えたらしょうがないのかなと思います。という感じでこの AG ストンプ機能満載でとても高品質なマルチエフェクターでした。残念ながら現在は廃盤となっておりまして中古でしか手に入らないんですが、だいたい市場価格2万円前後で手に入れることができるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。